皆さんこんにちは。 CIT スタッフ理学療法士の鳥居です。この動画はコロナ支援企画第7弾となります。今回は食殺食診ワンポイントアドバイスとして全4回にわたってお話しさせていただきます。それではよろしくお願いいたします。それでは第2回目を始めていきます。2回目の今回は触れることで起こる反応について考えていきます。よろしくお願いいたします。触れることで何が起こるのか簡単に調べてみました。心身の癒しになる、逆に不快に思う、鳥肌が立つなんてこともあります。不安や脳疲労の軽減、心の安定につながるとも言われています。内部物質反射への影響もあると言われています。また人に覚えてもらえるとも言われているそうです。これは握手した人を覚えていたり、コンビニでお釣りをもらう際、手を添えてお釣りを渡してくれた人は印象に残るというエピソードから想像できるかと思います。このように人は触れられただけで体に様々な反応が起こります。またセラピスト目線から考えてみると、運動反射が起こる、疼痛を誘発する、その逆で鎮痛効果を発揮する、感覚入力となる、筋緊張の更新をさせる、その逆で抑制をさせる、ハンドリングによる側痛出力向上を促す、逆に外乱刺激となることもあります。体勢感覚野で脳血流量増加をさせるなど、本当にいろいろなことが起こると考えます。私自身知らないだけでもっともっとあるのではないかと思っています。大脳皮質の体勢感覚野の中で手が占める面積が非常に大きく、人間の触覚能力は非常に優れていると言われています。特に手は感覚の受容器密度が非常に高く、わずか1ミクロンの凹凸でも触ってわかるほどと言われています。そんな手で触る意味について、今回はこの3つのテーマでお話ししていきます。1つ目はオキシトシンについてです。オキシトシンは幸せホルモンや安らぎホルモンなどと言われています。オキシトシンは視床下部と視索上角で産生され、麻酔体高揚に軸索輸送貯蔵されて、血管内に開口分泌され、オキシトシン受容体を有する標的細胞に作用します。またオキシトシンには抗ストレス作用や接触抑制作用があり、妊娠、出産、授乳にも関与していると言われています。また自閉症やうつ病改善にも効果があるという報告もあります。近年では鎮痛や抗炎症効果もあると言われています。鎮痛効果については、オキシトシン受容体が身外受容情報の伝達に重要な脊髄広角にも存在することが報告されています。また抗炎症効果については、オキシトシン受容体が炎症急性期の反応物質である T リンパ球やマクロファージにも極在しており、免疫系を介して抗炎症効果を引き起こすことが示唆されています。オキシトシンといえば、先ほど述べたように妊婦のオキシトシンが活性化しているという説が有名かと思いますが、妊娠・産褥期の疼痛阈値が高いという報告や、帝王切開後の慢性疼痛の発現率は低いという報告もあります。これでわかることは、前のスライドで説明した通り、オキシトシンが疼痛の発現を抑制している可能性があるということです。帝王切開後の慢性疼痛が他の外科術後の慢性疼痛よりかなり件数が少なかったという報告もあります。アメリカではオキシトシンが鎮痛薬として創薬化開発の検討もされています。すでに試験も進められているとのことです。女性の話にフォーカスを当てましたが、もちろんオキシトシンは男性でも産生分泌されます。男性の研究では、オキシトシンを男性疼痛患者の脳脊髄液に投与し鎮痛効果を発揮したという報告もあります。またオキシトシンは優しく触れることでも分泌されると言われています。有名なのは母子のスキンシップ、肌の触れ合い、温かい空気、心地よい音など体勢感覚で捉えられる刺激によってその放出が増加すると言われています。オキシトシンについてのポイントをまとめます。オキシトシンには疼痛抑制、抗炎症作用があると言われています。オキシトシンは優しく触れることで分泌されます。優しく触れるとはどんな触り方なのか、次回の動画でお話ししたいと思います。次回のテーマは食殺と温度、触覚の関係について考えていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画シリーズも概要欄に貼ってありますので、そちらからアクセスをお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
また CIT では各種 SNS も随時更新していきます。そちらも概要欄に貼ってありますので、ぜひ友達登録やフォローをよろしくお願いいたします。